アドベンチャーツーリング機種というのは、一旦走り出してしまえば楽ちんで楽しいんですけれども、走り出す前というのは大柄で手強そうで、またがるのに躊躇してしまうような威圧感があります。また街中やワインディングではその大きさ重さを持て余してしまう状況もあるかと思います。これこそが我々はアドベンチャーツーリングモデルの大きな弱点だと思っています。 V ストロームではその問題を解消して、もっと幅広いライダーに楽しんでもらいたいとの思いで開発に取り組みました。そこで第一に目標に掲げたのが車体の軽量化です。車体の各所へ徹底した軽量化を施しています。その結果、またがってからの引き起こしの軽さ、取り回しの軽さ、ハンドリングの軽快さにつながっています。そしてシート高を低く抑える努力をするとともに、またぎ部分をスリムにして足がつきやすいようにしました。 V ツインエンジンならではのエンジンの横幅のスリムさがここで生かされています。V ツインエンジンならではの加速フィーリングと排気音も走りにおける重要なキャラクターです。古い V ストローム1000のエンジンを今回ベースにしていますが、中身はほとんど別物といえるほど全面刷新して、高速域での感応性はそのままに、低中速での扱いやすさとパンチ力を増しています。まだ詳細は言うことができませんが、乗りやすいだけではなく走っていて楽しいエンジンに仕上がっています。今回の V ストローム戦ではこのアイテムを今まで以上に重視しました。車両の開発初期の段階から車両と合わせてバックのデザイン、車両と一体感のあるデザインとしております。サイドバックについてはできるだけ横幅を詰めて走行時の安定性を狙い、ハンドリングへの影響を最小限にしています。